なんとなくを大事にできてる人っていうのはなんとなくの後に絶対にいい言葉が出てきてるよね。今はダメだけどなんとかなる大事に。オラアツシはいっていうふうなところでちょっとドラゴンボール風にスタートしましたけれど、はいはいはい今回もちょっとよろしくお願いします。スッと行くんですねそこは。あそこはねもうちょっと慣れていきましたね。毎回これ楽しみにはしてるんですよね。ね今日どんなタイプかなっていう。はいっていうようなところで今回のねテーマなんですけれど、動物と話せる人に共通する口癖3選っていうようなところでね、まあ今回ちょっと口癖にね絞ってお話、お伺いしていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、それではね、早速本題に入っていきたいなと思うんですけれど、まあ、今回はこう、動物と話せる人の、まあ、口癖っていうようなところでね、3つ紹介、していただけるっていうようなところなんですけれど、はい。じゃあ、1つ目ですね。なんとなくできる気がするっていう人ですね。はい。これが口癖の人が、できるっていうようなところなんですけど、はい。なんとなくできない気がする人と、なんとなくできる人の、この差っていうのが、はい、とてつもない差なんですよ。ああ、はい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 、はい。なんとなくっていうのがやっぱりね、その頭の 3% じゃなく、97% の方から来る直感的なもんなんですよ。ああ、はい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 、はい。天から降りてきてるもんなんですよ。なんとなくっていう感覚は。はい、なので、それがいいものなのか悪いものなのかによって、はい、自分の 97% がどんな感じなのかっていうのがわかるんですよね、言葉でね。結構なんかね、スポーツとかなんか結果出してる人ってなんか、とか、根拠のない自信とかよく言いますよね。なんか俺できそうって言いますよね。そういう人ってなんかできるイメージありますよね。なんか私なんかやったらできるのよねっていうのは、なんかできない人から聞くと、はい、なんかちょっとこうなってるんじゃないのっていう方が多いかもしれないんですけど、はい、実は正解はそっちなんですよね。はい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 。じゃあ結構ね、まあ確かにその根拠のない自信っていうのも、まあ時には大事というか、はい。ね、はい。そういうふうな、ことがまあ自信につながるんであればやっぱりいいってことですよね。そうですね。そのなんとなくを大事にできてる人っていうのは、なんとなくの後に絶対にいい言葉が出てくるよねっていう。なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。まあじゃあ1つ目、こう、なんとなくできる気がするっていうのが口癖の人ですね。はい。はい。じゃあ2つ目ですね。はい。2つ目は、大丈夫、大丈夫が口癖の人っていうようなところなんですけど、はい、こちらはいかがでしょうか。はい。小島よしおですよね。なるほど。ちょっと懐かしい。ちょっと一瞬止まりましたね。大丈夫っていうやつ、なんかね、あんまり流行らなかったかもしれないですけど、まあすごくいい言葉ではありますよね。ああ、確かに確かに。はい。なので、大丈夫とか、なんとかなるさっていう人。はい。っていうのは、未来を見えてますよね。ああ、なるほど。今はダメだけど、なんとかなる大丈夫なわけでしょ？はいはいはい。なんで、しっかりと、いい未来が見れてる人しかその言葉は言えないんですよ。ああ、確かに確かに。言われてみればそうですね。はい、そんなん絶対無理って、その絶対にダメだって、はい、とかって言われて、いうのを言えることもできるじゃないですか。言おうと思ったらね。でも、今はそうなんですけど、今まで大丈夫だったんだからもう大丈夫だって、って言える人の方ができますよね。まあ確かにそうですね。はい。なんでこの口癖ってね、はい、パッと出てるように思うんですけど、はいはい、97% の方からバンって出てるんで、まあ癖ですもんね。癖なんですよ。癖だから 97% の方だから、はい、思い癖、自分を信じてる人はそういう言葉が出るし、はい、信じてない人は自分は絶対にもうダメなんだ。うん、最後はダメなんだと思ってる人っていうのは、自分からの助けが来ないですよね。なるほどなるほど。人に助けてもらおうとばっかり思って、自分からの助けを必要としてない人っていうのは、パってそういう悪いことが出てきてしまうんですよね。はい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 。なるほどですね。はい、じゃあ2つ目はその大丈夫大丈夫っていうのが口癖の人っていうふうなところで、じゃあ最後、3つ目ですね。こちらはあなたならできるっていうのが口癖の、人っていうふうなところなんですけど、これ自分ならできるじゃなくてあなたならなんですか？そうなんです。ここが面白いところですよね。そうですね。これってどういう意味かっていうと、はい、あなたなら大丈夫だよって言える人っていうのは、はい、自分自身に自分だったら大丈夫って言えてる人なんです。ああ、なるほど、なるほど。もう自分自身がこうもうできると思ってるから、まあ、僕もできたし、相手もできるだろう。ああ、なるほど。はい、僕なんかでできるんだから、はい、あなたにもできるなんですよ。ああ、確かに。それできてないと言えないですね。はい。できてない人っていうのは、自分ができなかった、諦めてしまった経験がいっぱいあったら、はい。諦めた方が楽って思い込んでるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そういう人は、頑張っても、結果なんか出るかどうかわからないんだから、はい、諦めてもいいんだよ。はい、諦めた方がいいんじゃない、はい、楽になるよって言っちゃうんですよ。ああ、なるほど、なるほど。奥深い言葉ですね。そうです。あなたのだったらできるって皆さん言えますかっていう話です。確かに。言われた人も、その、あなたならできるって言われても、いや、自分できてなかったら、あんたできてないやんって言いそうですよね。そうですね。確かに。それが起こらないっていうか、その会話にならないってイコール、言った人はできてるってことですもんね。そうですね。確かに確かに。なので、そこはもう怖いから、はい、私もできないんだから、やめちゃおうよ。っていう、同じ世界に引きずり込もうとしちゃうんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。はい。人っていうのは自分と一緒になってほしいっていうところがあるので、できてる人はできるよって言えるし、できない人はできないよねっていう仲間を作ろうとします。なるほど、なるほど。なんで口癖がいい人と付き合ってください。ああ、これ結構大事かもしれないですね。はい。口癖が悪い人と付き合うと自分もそっちの方にガッと持っていかれます。確かに。それはありますね。なんかこうね、環境を変えるとか、付き合う人を変えるとかって何かこう新しいことしたい人とかやったりなんかよくまあ世間では言われることだと思うんですけど。これね、勝手に変わりますよ。もう、それを自分がもう変えてしまったら、うん、そういう中でも入れないんですよ。悪口ばっかり、その、言うグループはもう気持ち悪くなっちゃうんですよね。なるほど、なるほど。それは結構あれですね。確かに、こう最後の一言結構いろいろ革新的なところだと思ったんですけど、はい、この3つですね、今回お話をお伺いしていきました。ちょっとね、最後に3つまとめると、まあ、なんとなくできる気がするっていう人ですね。で、2つ目が、大丈夫、大丈夫ってよく言う人と、で、3つ目が、こう、あなたならできるよって言ってあげれる人が、こう、3つね、動物と話せる人に共通する口癖っていうふうなところで、お伺いしました。はい。はい。じゃあ、今回もね、有益な、内容ありがとうございました。ありがとうございました。今日の格言、なんとなくを大事にしよう。